皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回からは新シリーズです。今回のテーマは南北戦争。今回もチャンネルメンバー限定のアンケート投票によって決めさせていただきました。アメリカ史を扱うのは実に数年ぶりですね。アメリカ独立以来のアメリカ史になります。南北戦争も名前は有名ではあるものの、日本人にはあまり身近ではないと思いますんで、まあ、正直詳細はあまり知らない人がほとんどではないかなと思いますが、今回のシリーズを通して見ることで日本人の中の南北戦争を語れるランキング上位 10% に入ることができるんじゃないかなと思います。ということで、そんな南北戦争シリーズ張り切っていきましょう。皆さん、戦前戦後と聞くとどの戦争のことを思い浮かべますか？日本人であれば、これは通常第二次世界大戦、日本が戦った太平洋戦争ではないかと思います。これは日本っていう国がかつてないほど外国にコテンパンにやられた戦争であって、で原爆の悲劇も重なって日本人の心に残り続ける戦争だからですよね。でちなみに唯一京都だけは太平洋戦争ではなく応仁の乱ですけどねまあ嘘か本当か知りませんが、で、まあ、京都の話は置いておいて、これがアメリカの話になるとですね、まあ、想像できる通り戦前戦後というと南北戦争が基準になるわけですよ。南北戦争ってのはアメリカが奴隷制の是非によって南北2つの勢力に分かれて、そして1861年から1865年にかけて行われたアメリカの唯一の内乱ですけど、やはりすごいのはその規模ですね。これに兵士として参加した人数は300万人以上。そんでこの戦争における犠牲者数はなんと60万人ほどです。これね、アメリカが経験した戦争においてこれほどの犠牲者が出たものって他になくて、アメリカ独立戦争でも3万人以下、ベトナム戦争でも5万人、そんで第二次大戦でも40万人程度だったんで、これは3つの戦争を足し合わせても到達しないアメリカ史上最大の戦争だったわけですよ。アメリカ人にとって南北戦争の重要性はそれだけではなくて、詳細はまあ今回のシリーズで説明していきますけど、この戦争の前後でアメリカの在り方が大きく変わります。具体的にはその戦争のきっかけとなった奴隷制に対する方針なんですけど、この戦争の結果アメリカにおける奴隷制は廃止されることとなるんですね。でもこの戦争の意義として本質的に重要な部分は実はそこではなく別のところにあって、それはこの戦争をきっかけにアメリカの連邦政府が州政府に対して大きな強制力を持つようになったってことなんですよ。アメリカっていうのはユナイテッドステイツオブアメリカなんで、州の連合体みたいな存在であるんですけど、これが特に南北戦争の前においてアメリカは各州ほぼ独立した存在であって、あくまで我々は同盟的関係を持った連合体に過ぎないっていう考えが非常に強かったんですよね。なんで各々の州からしたらアメリカにもう属したくないなって思ったらいつでも脱退できるもんだろうと、そういうスタンスだったんですよね。なんで今の時代で言うと EU みたいな感じでしょうかね、一つの国っていうより。だからこそ奴隷制が反対されて自分たちの州が没落していくぐらいなら、だったら脱退してやるよってなったのがアメリカ南部に行った州たちだったわけですよ。だから南北戦争のことは第二次独立戦争とも言いますね。アメリカ南部がアメリカから独立を図ったと。だけどそれが失敗してしまったことでアメリカはついに一つの国家としてまとまることになり、そんで中央が言うことに対して反発をしたからといって簡単に抜けるとかそういうものはなくなったわけなんですよね。この大きな変化は例えば神聖ローマ帝国と比べると両方っていうそれぞれの自国にあった諸国をまともにコントロールしきれなかったわけですから、アメリカにおけるこの社会構造の一大変化はいかにすごいことかっていうことがわかるかと思います。その心境の変化は英語の文法にもどうやら現れているようで、ユナイテッドステイツオブアメリカって当然ながら B 動詞に何を取るかというと is ですよね。 is ってことはつまり単数形ですけど、でも南北戦争の前ってこれが is じゃなくて複数形から来る are だったみたいなんですね。アメリカという国が政治的にも心理的にも複数から一つにまとまった瞬間、それこそが南北戦争なのである。ということで、だいぶ前置きが長くなってしまいましたけど、じゃあ早速そんな南北戦争はどのように始まっていったのかについて説明していきたいと思います。まずアメリカの政治というと、なんといっても民主党と共和党の二大政党制ですよね。つまり大きな2つの政党が議会の議席を分け合うことで、まあ、これは現代アメリカでもそれに基づいてますが、南北戦争当時のアメリカにおいてもそれは変わってなくてですね、南側にいた奴隷制を残したい州たちのバックグラウンドにいたのは民主党で、逆に奴隷制を廃止したい州たちには共和党がついていたんですよ。民主党っていうのは第3代アメリカ大統領でアメリカ建国の父の一人であるトマス・ジェファソンが立ち上げた民主共和党の流れを組む政党で、アメリカ建国当初からアメリカ政治の中心にいた歴史と伝統ある政党なんですね。
で、それに対して共和党はというと、まあ、意外にも当時のアメリカにおいては新興勢力、そんで新興勢力が勢力を拡大させるためにはあれやこれやに手を出すんじゃなくて、一つの政治論点に対して発信をし続ける運動を行うワンイシュー政党になることが戦略としてあるんですけど、この時の共和党まさにそうで、その論点っていうのが奴隷制の是非だったんですね。じゃあ次に南北戦争を語る上で決して欠かせない奴隷制について、まあ、ちょっと簡単に見ていきますと、アメリカの奴隷制についてはヨーロッパ人がアメリカに対して移住を始めた直後から始まりましたけど、特に南部における広大な農場を運営していくための労働力としてアフリカ大陸から連れてこられたんですよね。それがだいたい17世紀前半ぐらいのことになりますけど、まあ、それがやがて18世紀になってくるとヨーロッパで啓蒙思想が大ブームとなり、1789年に始まるフランス革命に伴って自由主義や人権思想が大きな高まりとなって、そんなヨーロッパにおいて奴隷制ってもう前時代的すぎるよねみたいな風潮が広まっていくことになります。フランスでは一旦ナポレオン時代に奴隷制は復活しましたけど、でもその後の第二共和制時代、1848年になると奴隷制は完全に違法となり、アメリカ人の祖国であるイギリスにおいても1833年に奴隷制は違法となり、そんでプロイセンやオーストリア、デンマークなんかも1848年までには奴隷制は廃止させられるんで、なんでアメリカっていう国は当時の白人国家としては非常に珍しい奴隷制維持国家だったわけですよ。じゃあアメリカ人はみんな奴隷制を肯定していたのかというと、まあ、実はそうでもなくて、アメリカ人の中でも人権思想の高まりを受けて奴隷制の廃止を訴える人は多くいたんですが、まあ、それはあくまでアメリカ北部の人たちに限定されていたんですね。まあ、そもそもアメリカ北部と南部って気候と文化的に大きな差があって、まあ、アメリカの北部って寒いですよね。今はニューヨークとかめっちゃ栄えてるんであんま意識はしないかもですけど、移民としてアメリカに移動したばかりの時にあれだけ寒い土地に住むとなると、まあ、食べるものもあんまりないし、冬は寒さがやばいしで結構バタバタと人が死ぬわけですよ。でもそんな中でも生き残った人っていうのは精神的に非常にタフな人しか無理なわけで、でそんなタフな人たちっていうのはピルグリムファーザーズに代表されるようなピューリタン勢力、ピューリタンっていうのはイギリスのカルバン主義の人たちを指すんですが、その特徴はというと質素倹約、勤勉、強い信仰心と道徳心、そして質実剛健という性格なんで、まあ、こういう人たちは後々発生する近代資本主義との相性が非常に良くてですね、まあ、有名な話ですけど、ドイツ人社会学者のマックス・ウェーバーっていう人に言わせると、こういうプロテスタンティズムの精神を持つ人たちが資本主義を支えていったのだなんていう有名な説がありますね。まあ、ということでアメリカ北部はそれに代表されるような発展の仕方をしていくわけですが、その一方で南部はというと、これは何といっても温暖湿潤な気候と広大な土地、まさに農業をしてくれと言わんばかりの環境が整っていて、まあ、農業といっても単純に食料を育てるだけじゃ土地が余りすぎてしまうんで、タバコであったり綿花であるといった高値で売れる商品作物の栽培が発展していきます。そんで農場が大規模になればなるほど、まあ、先ほども言ったような労働力として奴隷が必要不可欠となっていくんですが、じゃあ先ほどの北部ピューリタンと対比してどういう人たちが南部に主に移住してきていたのかというと、これはどちらかというとイギリスの貴族社会に馴染みの強い人たち、もともとはイギリス国王の信任を得て派遣されたような人たちで、だからこそ新大陸で付けた名前が当時のイギリス王にちなむような名前、バージニアとかジョージアとかカロライナとか、これらは英国君主の名前を由来としているわけですよ。で、貴族的生活をしていた人であるってことは、その倫理観からするとですね、自分たちより下の存在がいるのが当たり前であって、そんでそういう人たちに対して専用的な態度をとって当たり前、なぜなら私は偉いからっていう、まあ、そういうタイプの人たちが多く集まったわけなんですよね。これもね、こんなこと言うとコメントが荒れそうなんで一応言っておくと、まあ、あくまで特徴を強調して説明するとってことですからね、まあ、みんながみんな全員そういう枠組みに当てはまるかというとそうではないのは重々承知ですが、まあ、とりあえず北部と南部はそういう感じで環境も違えば住む人々の倫理観も違う、でそうなると社会構造も大きく異なるってことになるわけですね。で、ただ南部の人たちも別に意地悪をしたくて奴隷制を行っていたわけではなくて、ヨーロッパで産業革命が始まると、まあ、特に綿花に対する需要が爆発的に増えるんで、それを運営するためにはどうしても奴隷制を維持しないとやっていけないわけですよ。ヨーロッパの人たちは奴隷制やめたからって別に暮らしが壊滅的になることの変化はないですけど、南部の人たちは奴隷制を廃止させられたらもう農場を運営していけないし、そのヨーロッパの人たちからすると綿花が十分に取れなくなるとそれはそれで困るってことで、人道的な理由以外についてはアメリカの奴隷制を廃止する必要が全くなかったんですね。でただ北部は奴隷制に依存するような社会では最初からないんで、道徳的に生きるべきだと主張する人々がアメリカ南部を大きく非難するようになって、まあ、ある種これは宗教的な熱狂となって、それはそれで建設的な議論を生むものではなくなっていくんですよ。
だから北部からしたら南部への歩み寄りも一切しないまま人道的観点で奴隷廃を訴え、そして南部からしたらこちらの事情を何も知らないで理想しか言わない奴らってことで、もう北部に対してより一層感情的な反発を強めていくことになります。ということで、すでに南部と北部は一触即発の雰囲気が漂い始めていますけども、こうした状況に対していよいよ新興政党の共和党が本格的に国民に是非を問う動きをし出します。そしてその中で南北戦争の代名詞とも言える人物も登場してくることになるわけですが、この続きはまた次回お楽しみに。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。